トールス・トゥール地質学公園とは、アメリカ合衆国中部のネブラスカ州北西端部に設定されている公園である。園内には悪地が広がっている。トールス・トゥール地質学公園は、アメリカ合衆国のオウム省の下部組織である EN ・ユナイテッド・ステイツ・フォレスト・サービスが運営しており、園内には約 1.6km の周遊道路も整備されている。なお、 24時間いつでも入園することが可能である。この公園は、ネブラスカ州のーズ群に属する、クローフォードという村の北方に設定されている。かつて、この公園の付近の土地は、ネブラスカ州の悪地などと、白人侵略者たちに呼ばれていた。ネブラスカ州は、農業の州としても知られているわけだが、悪地というのは、農地も宅地にも向かない、どうしようもなく、 使えない土地のことであり、公園内には深く侵食された奇岩だらけのデコボコの土地が見られる。公園名のトードスツールはベニテングだけのような食用にならない毒キノコ全般を指す英語だが、そのようなキノコを連想させるような形状の岩石が公園内にいくつも見られることから、この名が付けられた。ただし、あくまで人にとっての悪地であるわけで、園内には少ないながら、 植物も見られる。この他に、園内では、エンテロドン科などの哺乳類の化石が見られるものの、化石を採取することは、一切許されていない。なお、園内には、ゾビなどと呼ばれる、西部開拓時代に、白人侵略者たちが用いた仮住居を復元したものもある。ありがとうございます。